SH-101 は、ローランドから1983年に発売された、廉価版シンセサイザー。ショルダーキーボードとしても使えるポップなイメージを、前面に出したシンセ。仕様は1ビコ 1VCF1 ビカ、1エレフォというシンプルな構成となっており、通信教育の教材にも使われた。ビコには、プロヘッド -5 等、アナログシンセサイザーのハイエンド機種同様、 カーティスエレクトロニクス社製、ケム三千3 3 4 0が使われている。外部インターフェースは CV ゲート方式となっており、内蔵の100ステップシーケンサーで外部のシンセサイザーモジュールをコントロールすることもできる。コンバーターがあれば外部ミニシーケンサーで演奏可能。電源は AC アダプタ、または単に乾電池6本で動作する。アクティブに使用できる。 アナログシンセサイザー。s h 1 0 1標準のグレーのタレット、ブルーのボディカラーバリエーションがあり、当時としては斬新であった。音色は明るく輪郭のくっきりとしたサウンド。鋭いアタックとキレの良い理系が特徴でテクノなどには最適。パーカッションシンセとしても重宝する。s h 1 0 1と同じ音源を搭載したシーケンサー付き作曲ツールとして、 MC-202 がある。主なユーザーとして、元、ネーナのウベファーレンクロークイコールペーター、プロディジー、チャーリー・プースらがおり、ライブ映像やプロモーションビデオでも確認できる。また、河合直子も発売直後に、レッドのショルダー仕様をコンサートや一部テレビ出演の際に使用した。これもライブビデオ、愛のコンサートで確認できる。ありがとうございます。